際は下腹を引っ込めるドローインの基本を教えてくれました。主婦の川村さんなんですけども、これ脇腹のお肉がちょっとお悩みなんですけども、何かこういい解決策はないですかね。まずですね、お腹をこう締めるってことですね。お腹をギュッと、お腹を引き締めるにはまずドローイン、腹直筋よりかなり奥にある腹横筋を使うんでしたね。腹横筋は筋肉の繊維が真横に走っているので、鍛えると主に前のポッコリを撃退できます。では脇腹のくびれを作るには、腹斜筋という斜めに走っている筋肉が締まってくるとウエストがもっとくびれるというのですね。腹横筋の上にある2層の筋肉が腹斜筋です。繊維が互い違いに走り、お腹を網目状に包んでいます。ここを着てると緩んでいた繊維が張りを取り戻して引き締まるので、くびれができるのです。では早速ですね、腹斜筋のですね、体感してみましょう。体の奥にあってなかなか意識できない腹斜筋、それを目覚めさせるには仰向けで行うストレッチが有効だと高井さんは言います。腰を痛めないため、床との間をあまり空けないようにしましょう。目安は手のひらが入る程度です。脇腹に張りを感じるまで上半身を床と水平に曲げていきます。妊娠中や産前産後、そして腰痛がある方は行わないでください。これは引きずってるような。先生、ここがそうなんですね。これちょうど骨盤とですね、あの肋骨の間が広がった、それでそこで感じる筋肉が腹斜筋。さて、ここからがクイズです。チレジ、ワンセグでどんどん参加してくださいね。この時、足をある形にすると下半身が安定し、腹斜筋をしっかり伸ばせると高井さんは言います。ストレッチの効果を上げるための足の形なんです。これは何でしょう。青、足首を曲げるでしょうか。赤、膝を立てるでしょうか。緑、足を交差させる